サウジアラビア国家警備隊とはサウジアラビアに3つある準軍事組織の一つで国境警備や国内の治安維持に当たっている組織である。1991年に撮影された V-150 装甲車主に王族の警護、クーデターなどの国家犯罪、重要施設や資源の保護、イスラム教の二大聖地であるマッカのマスジド・ハラームとマディーナの預言者のモスクの警備を担当している。 二万五千人の民兵を含む十二万五千人からなる常設組織である。彼らはサウジアラビアの伝統的な白い服装で活動していることからアメリカ軍からはホワイトアーミーと呼ばれている。もともとは1950年代にイフワーンと呼ばれていた民兵集団の生き残りから王家に忠誠を誓うものを選抜して作られた組織で王室警備隊と並び王家に対して 直接、忠誠を誓う組織であり、その人事も国王の任命により行われ、王室の主兵組織としての一面も持っている。1975年、アメリカの民間軍事会社、ビネルコーポレーションの参加の下、国家警備隊の近代化プログラムが始まった。このために、約1000人のアメリカ人教官が招兵され、国家警備隊は近代兵器と重火器を装備された。また、 指揮官の要請のために、士官学校、ハリド国王軍事大学が開校された。その結果、1980年代初めまでに、国家警備隊は4個混成大隊を有し、装備、連土において正規軍を上回るエリート部隊となった。湾岸戦争では、クウェートとの国境付近でイラク軍と交戦している。2011年には、アラブソーランで、 湾岸協力軍の中核として、バーレンに派遣されている。2013年5月、国家警備隊司令官の職が閣僚級の国家、警備隊大臣に変更された。軍事組織としての役目だけでなく、大家直轄の施設の運営も行っており、スポーツ競技場やキングファード国家警備隊病院を運営している。国家警備隊病院は設備、診療内容ともに、 サウジアラビアのトップクラスと評価されており、王族に新疾患者が多いことから、心臓外科に関しては特に高い水準を誇っており、心臓手術ができる空飛ぶ病院と言われる専用機の運用も行っている。ジャナドリ野菜などの文化事業を主催するなど軍事とは無関係の活動も幅広く行っている。2013年5月から国家警備隊最高位が司令官から、 大臣に変更された。不評戦力の主力装備として、AK-47 シリーズの小銃を正式採用している。また H&KG36 や FNF2000 など西側の小銃や装甲車や自走砲、およびミサイル防衛システムを保有している。 http://www.mofa.go.jp:/mofaj:/tok://medy/nomen.east. o サウィ html 日本外務省の医療情報サウジ、著名投資家の王ジら逮捕抵抗勢力潰しか、日本経済新聞2017年11月5日116、サウジアラビア、汚職により、王族、 現職閣僚ら数十人を拘束中東河原版2017年11月6日。ありがとうございます。